こんばんは、マサ464K4 です。今回は、ドラゴンボールドッカンバトルの、襲い来る脅威戦闘民族サイヤ人。まあ、新しいイベントが来てたんで、やっていきたいと思います。ノーマル Z 波動だ。とりあえず、まあ、普通にやっていきましょう。ピロさん。どうなんだろう。お、なんかいいね。ピヨピヨピヨ。こっからなんだ。おあ、かわいい今。今のご飯かわいい。死んで落ちたけど。ここあれだね。天界地武道会で悟空とピッコロが戦って、その後だよね。まあ、悟空が初めて天界地武道会で優勝したんだよね。めっちゃ嬉しがってたっていうね。さあ、ラディッツさん。やっほー。ご飯がかわいい。なんかご飯だけなんかギリシー。ラディッツ登場。ラディッツの属性はなんだ。出た。ギ。普通に倒せると思うんだけど、さあ行きましょう。終了。さすがにノーマルだからな。どこまであるんだろう。絶対あるの。一緒にやるか。まあ最初にクリアを目指そうか。いい演習もらった。さあ共通の王力。この 50% アップとさ、アタックが気力アップってどうなんだろうな。どっちなんだろう。でも俺は気力だと思う。ペイカー、この魔漢交差法、確か1440だった気がするんだよね。戦闘力、もともとの体っていうか、の戦闘能力と、気候波みたいな、気を高める瞬間に戦闘力めっちゃ上がるみたいなね、そういうのがあるんだよね。悟空を倒すために編み出した必殺技的なね、もともと魔漢交差法は。まあ、結論的に悟空も死んじゃうんだけどねっていう。まあでもこの子のピッコロとかってもう、あでもどうなんだろう、まだちょっと悪っぽいのかな。まあ、ご飯と出会って変わっていくというね。そっちから来る。ブロリー、どこだ。わった。まだラディッツ続くのかな。まあ、倒してないからラディッツ続くか。でもノーマルクリアして石1個もらえるからすんげえあれだよね。優しい。最後の手段、魔漢交差法を出すまでに3ステージかかるのか。かっこいい。ご飯の究極。まだ、違う。イベントだっけ？あのダンジョンみたいな。ご飯の対応心だ。のところの10個まだメダル取ってなくて、てかまだ1回もクリアしたことなくていいからっていうやつで、まだ進化させないんだけど、てか孫悟飯のあれが、孫悟飯のカードキャラか、キャラ
周でいくら持ってて、早く進化させちゃうんだけど、まだ。ブーだっけな、あそこ、確か。ブーがいるといいみたいな。今度は俺がプレゼントしてやる。あ、ここ水なんだ。なるほど。多分これでワンパンだ。さあ、行きましょう。俺は貴様を倒すなのだ。赤穂さん、いじめるな。1308とかだっけ。出るかな、戦闘力。あ、出ないか。え？また戦うの？カードゲットしたらディッツかな。ズドン。マカンコーザッホー。セフィの道とかないのかな。もうあったっけ。あ、でもなんかダンジョンとかであったな。ご飯ゲット。石がめ満月のゲット。石がめっちゃ手に入るな、ここ。さあ、遠くねえか、これ。秘めた力。倒すものだ。さあ、100かわいそう。さすがにかわいそう。オモゼルと勝負もしかして6名か。出たー、来た。やべえ、でけえ。俺と勝負きた。さあ、やべえ、これ三大神ハムみたいな感じ。怖っ。クリアできるところまでクリアしましょう。イエス。あのリハイト海王様かな。ラブルス、あ、いないゴジータがさすがになくなっちゃった。忘れた。お、出た、海王様。海王様欲しい。あー、長い。あ、いいね、なんか作りが。え、マジで孫悟空と戦いたい。なんかでもブフリーで終わった。さあ、あ、でもそんな
持ってるか。かわいそすぎる。なんだ結構時間が迫ってきたのでこれで終わりかな。長いな道のりが。なんか 赤鬼がいる。顔はスルーしていく。やべ、長い。マジでか。想定外だった、この長さ。もうそろそろだな、さすがに。突然がメアメア登場。あ、カユさんが出なかった。はい、ということでドラゴンボールドッカンバトルのこれは何だっけ、イベントのタイトルが出てこないぞ。襲い来る脅威戦闘民族サイヤ人アナオでファイト。アナオでファイトはこれか。すんげー獲得アイテム多いな。ということで、続きはまた次回ということで、ちなみにどこまである ?10 まであるんだ。半分来たんだね、うん。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。